手袋とは、人の手を、熱や、寒さや、危険物から保護するため、もしくは装飾のために利用される、手を覆う服である。親指用と、他の指をまとめて入れるスペースが二つに分かれている、手袋は、ミトンミトンと呼ぶ。それに対して5本指に分かれたものは、英語では、グローブグラブと呼んでいる。また、指を解放しているタイプのものもあり、オープンフィンガーグローブや、 指抜きグローブなどと呼ばれる。手袋の素材は多様で、メニアラシャニトリル、ポリエステル、ナイロン、アクリル繊維の布、毛糸、フェルト、牛や、豚や羊の皮、腎臓比較、ゴム、ラテックス、ニトリル、金属、耐熱手袋には、アラミド繊維やシリコン樹脂も使われている。柔らかい布地で作られた、ウォッシンググローブというものがあり、体を洗うのに使う。 数量単位はそう。10層を、でか、12層をダースとして、取引に用いられる。手袋を着用する、主な目的は、手の保護である。冬の防寒具としては、一般的であるほか、季節を問わず火傷やすり傷、切り傷の防止、さらに汚れや素手で触ることが危険な化学物質、病原体からも手を保護する。ニトリル製。 ラテックスやビニール製の使い捨て手袋は医療従事者の間で感染症を防ぐ有効な手段として使われている。逆に直接手に触れることで価値や有効性が減る対象物を人間の皮脂などから保護するためにも手袋は装着される。例として各種製造過程での製品接触、美術品や骨董品の取り扱い、警察の捜査等がある。 フィンガーレスグローブは寒さから手を守る必要があり、なおかつ指先を自由に使えることが必要な状況で用いられる。手袋の中には手首までではなく肘近くまで保護するものもあり、これらをガントレットと呼んで区別することもある。手を保護する必要がない場合でも、ソーシングとして用いられることも多い。世界中で手袋は生産されており、 各家庭で編まれることも多い。フランス、イタリア、デンマーク、ハンガリーやカナダでは、高価な女性用のブランドもの手袋が作られている。アメリカ合衆国ニューヨーク州、特にグラバーズビルは手袋の産地であったことが知られているが、近年では多くの手袋が東アジアで作られている。日本では国内製手袋の約90%が、 香川県東香川市周辺で作られている。手袋の歴史は少なくとも古代ギリシア時代に遡る。ホメロスのオデュッセアのいくつかの翻訳によると、オデュッセウスの父ラーエルテスは庭を歩くときに手袋をしていたとしている。しかし、他の翻訳によると、ただ袖で手を覆っただけである。紀元前440年に書かれたヘロドトスの著書、歴史の中に、 レオキュキデスという人物が手袋、あるいはガントレット一杯の銀貨をアイロとして受け取った罪に問われていることが記述されている。古代ローマ人の記述の中にもたびたび手袋が登場する。西暦100年前後に活躍したショープリニュースによると、大プリニュースは馬車に乗車中に講述筆記させていた、速記者に冬の間は手袋を着用させ、寒さの中でも、 文章を書けるようにしていたという。ファッション、儀式、それに宗教のために手袋は用いられる。13世紀頃からヨーロッパでは女性の間でファッションとして手袋を着用するようになった。リネンや絹でできており、時には肘まである手袋が広まっていた。16世紀にイギリスの女王エリザベス一世が 宝石や刺繍、レースで豪華に装飾されたものを着用した時に、手袋の流行は頂点に達した。オペラグローブと呼ばれる肘状から二の腕まで至る長い手袋が、エリザベス一世女王、キャサリン・デ・メディチ王妃、メアリー二世女王などの王族によって愛用された。長い手袋は、貴族や王族と密接に関連しており、 数千年の王族と権威の象徴とされ、多くの架空の女王、王女、貴族は、ドレスの一部として、それらを身につけているように描かれている。刺繍と宝石で装飾された手袋は、皇帝や王の気象の一部となっている。1189年に、ヘンリー2世が埋葬された時には、戴冠式の時に着用したローブと王冠、それに、手袋ともともに埋められたと、 マシューペリーは記録している。1797年にイングランド王のジョンの墓を開いたとき、それに1774年にエドワード一世の墓を開いたときにも手袋が発見されている。彩服としての手袋は、主にカトリック教会の教皇や、数奇教、僧侶たちが着用している。教義により、ミサを祝うときにのみ着用を許されている。 手袋はこの習慣は10世紀に遡り、儀式の際に手をきれいにしておきたいという単純な欲求が始まりかもしれないが、特権階級として豊かになった聖職者たちが己の身を飾るためにつけたものが始まりかもしれない。フランク王国からローマにこの習慣は広まり、11世紀の前半にはローマでも一般的になった。日本では、 鎌倉時代に武士が身につける小手として発達した。当時は手、服とも呼ばれた。日本の手袋は分類して、わら手袋と布手袋に分けられ、わらは母子と四子の二分に分かれている。民族学の分野では、布製もわら手と呼ぶことから、布製はわらより後に作られるようになったと考察される。15から16世紀に、 南蛮貿易によって西洋式の手袋が輸入され、沈調された。やがて国内生産も始まり、手袋作りは貧乏武士の内職として盛んになっていく。手袋は俳句における冬の季語でもある。女性皇族は常に白の手袋を携帯しているが、これは帽子と共にその貴族性を象徴するためのものである。皇室の晩餐会や、 儀式などの特別に改まった場面において、ローブデコルテと合わせて、オペラグローブを着用し、ティアラをつけることを基本としており、宮中ではこれを女性の最上級礼装としている。様々な分類法がある。一つは、最初に説明したように、形状で、ミトン、グラブと分類する方法である。指が露出している形状は、 フィンガーレスグローブと分類し、腕まで覆うタイプをアームカバーと分類する。他には、使用目的で分類する方法もあり、医療用、スポーツ用、作業用手袋、運転用手袋、といった分類がある。スポーツ用も、さらに回分類することができボクシング用、スキー用、サッカー用、野球用、ダイビング用、などと多種類ある。なおゴルフ用や、 サッカーのゴールキーパー用などは手の保護に加えて掴んだものを滑りにくくするグリップ性も重視している。野球用グラブミット、ボクシンググローブなど競技ごとに特化した手袋も存在する。サッカー用としてはチームでただ一人手を使う選手、ゴールキーパーが着用する手袋、ゴールキーパーグローブが重要である。野球は手袋が 補給のための道具として進化してきた歴史がある。ピッチャーや野手が使う野球用グラブや、キャッチャーが使うミットがある。バッターが使うバッティンググローブもある。なおスキー用手袋は、米国の輸入カテゴリーとしては次の項目を満たす、ものと定義されている。1、ナスンがついていること。に消速に補強層があること。3、甲側関節部に補強層があること。 4. 手首に伸縮処理があること。ダイビングに使う手袋は、ダイビンググローブという。高狩りは、世界の様々な地域で行われているが、英語では、手袋タイプは、グローブ、高掛けタイプは、ガントレットと分類し、ファルコン用は、ファルコンリーグローブやファルコンリーガントレット、イーグルグローブや、イーグルガントレットという。日本の高城用のものは、餌かけなどといい。 鹿川で作る。日本の弓道用には、湯掛けという手袋がある。剣道用には、コテという手袋がある。医療用ゴム手袋手術や、鑑識の際に着用される、医療用手袋の基礎となる。ゴム手袋は、レジベント制度の父と呼ばれるジョンズ・ホプキンス大学の、ウィリアム・スチュワート・ハルステッドが1890年に、自身の恋人であった。 看護婦のキャロラインのために発案した。当時は消毒のために、強力な消毒液に手をつけて、手術に挑まなければならず、手の皮膚が弱いキャロラインが、消毒液による手荒れを防げる、ようゴム手袋を発案した。殺菌性についても、既存の消毒液に手をつけて行うものよりも、強力であったために注文が殺到し、全世界の手術の現場で普及することになる。 ちなみに、その後、二人はこのことがきっかけで結婚することになったが、当のキャロラインは、ハルステッドと結婚して看護婦を引退したため、このゴム手袋を使うことはなかった。ラテックス製の手袋は、1964年にオーストラリアのアンセル社が開発した。一般に、食品産業や精密作業などで使用されるものは、100枚や50枚単位で箱に収め、 ポップアップして使えるようになったものが手術用は衛生管理のため一層ずつ梱包してある。さらに感染症を防ぐため滅菌処理を行っているため価格も10倍以上違う。2020年現在世界で使われる医療用手袋の生産量の3、5はマレーシアで生産されている。同年3月から4月にかけてマレーシア国内で 新型コロナウイルスの感染拡大に伴いロックアウトが実施された際には、医療用手袋の供給不安を招いた。工場や農作業、工事現場での作業時には軍手をはめる場合が多い。軍手は防水性がないため、水仕事など液体を扱うときには、ゴム製や合成樹脂製の手袋を、油や電動工具の研磨などを取り扱う場合は、 怪我防止や粉塵に触れないために、豚皮や牛皮の手袋を使うこともある。シンナーやトルエなどを扱うときは、溶剤専用のゴム手袋を使う。また、自動車やオートバイ、自転車などを運転するときに、滑り止めや防寒や安全のために、その他、警備員が手旗の代わりに用いたり、タクシー等の運転手が冷蔵をアピールしたりとや、 ハンドルを汚さないために用いる。スマートフォンの操作に必要な指が発する静電気や指紋認証を妨げないように、導電性素材の使用や形状が工夫されている。逆に、タブレット PC で静電容量式スタイラスを用いるときに、物理的にパームリジェクション機能を実現するための小指、薬指のみの絶縁体手袋もある。ファイル。 ホワイトオペラグラブズ、PNG イブニングドレス用、小ヤギカワセの白長手袋フルコートドレスや、ローブデコルテ等の女性礼服に用いられる。礼服では、イブニンググローブという言い方をし、材質は皮か布、色は白か黒色であるが刑事では、白色が主流である。手袋の長さは、ドレスの袖の長さによって選ぶべきもので、袖が短いほど手袋は長くなり、 袖なしのイブニングドレスでは、肘より、上までの長いものも用いる。また、ウェディングドレスでは長い手袋ほど、フォーマル性が高く、特に長いものは、肘上から二の腕あたりまですっぽりと覆う長さがあり、これを、オペラグローブという。神社で神職が、お玉白包帯などを行うとき、手が触れないように専用の手袋を用いる。白布製で母子と四子とに分けた下手で、 手元の紐で手首をくくるようになっている。作業用は白が多い。一部の警備会社では略して白でと呼ぶ。本来は塩ビ服やタキシードなど夜の清掃に用いてモーニングコートなど昼には用いなかったが現在は昼夜関係なく用いられている。色は白が幅広く用いられているが厳密には塩ビ服には白、モーニングコートフロックコートには 灰色、タキシードは黒となっているが、現在は気にせず白や灰色を用いることも多い。ウェディングドレスの場合は、手袋の色は、ドレスの色を乱さない洋白色が標準である。長寿には服装を問わず、灰色や黒を用いる。手袋製造のポイントは、親指の位置に起因する三次元性と、着脱時手幅と装着時手首幅の両方を受け入れる。 手首部分の柔軟性にある。なお、日本では、革または合成比較を製品の全部または一部に使用して製造した手袋について、家庭用品品質表示法の適用対象となっており、雑貨工業品品質表示規定に定めがある。通常は二つで一セットとして扱われる手袋が、不注意などで片方だけ落とし物となり、 路上などに放置されることがある。こうした片手袋に注目する人もおり、ドイツの版画家、マックス・クリンガーは1880年代、こうした片手袋を女性が拾ったことから始まる、連作、手袋を制作した。アメリカの俳優トム・ハンクスは、街などで見かけた落とし物を、ツイッターで発信しており、その中には、片手袋も多い。日本でも、石井孝二が、 片手袋の写真を数千枚撮影し、場所や状況などを記録、分類する研究を行っている。ありがとうございます。